初の J リーグベストゴールアワード、その表彰を行います。この度9月の J リーグベストゴールアワードに近藤祐介選手のゴールが選ばれました。61分の素晴らしい左足のループシュートでした。最後まで戦え。